お次は元乃木坂のマイニャンこと白石麻衣さんです。もうすでに可愛さが溢れまくっています。この写真を AI でアニメ化にしてみると最高傑作。白石麻衣さんは AI も認める究極の可愛さです。続いてもう1枚、今度は話題となった写真集から。この写真を AI でアニメ化にしてみるとイヤホー、パーフェクト、文句なしです。波の男子ならこれで大満足。続いて今若い人たちから絶大な人気を誇るあのちゃん、不思議キャラでテレビ出演や歌手としても注目を集めています。この写真を AI でアニメ化にしてみると可愛い、守りたくなる妹感が出ています。次はあのちゃんと橋本環奈さん、ネットで話題となった天使と悪魔の最終決戦です。この写真を AI でアニメ化にしてみると両方天使、天使と悪魔の最終決戦ではなく天使たちの楽園になりました。